今日も日課のバトルロイヤルゲームやっていきますか。けどいまいち気が乗らんな。先週あんなことがあったからな。いや、いつまでも引きずっとったらあかん。もう忘れた方がええ。そのためにも今日は勝って勝って勝ちまくるで。早速敵さん発見。怠慢で戦闘中みたいやな。隠れて漁夫を狙うか。お、決着ついたな。じゃあ弱っとるところを漁夫に行くで。ん、勝った人エモーとしてめっちゃ煽っとるな。好きだらけですよっと。よし倒した。気分よく煽っとるところ好き疲れて。今どんな気持ちなんやろな。こんにちは、琴の葉葵です。お姉ちゃんの茜やで。はあ、まだ昨日の余韻が冷めへんわ。何かいいことでもあったの？ああ、ネトゲでな、カクカクしかじかで油断しとるところを頭へ一発や。その時の相手の気持ちを考えると。うへへ。そうなんだ。あれ、なんか最近似たような話を聞いたような。調子に乗った間抜けさんを成敗してやったんや。星の数ほどのプレイヤーを葬り汚れたこの指でな。あの瞬間のオチは血も涙もない冷酷なスナイパーやったで。そっか。うん、汚れた血。あ、それで思い出したけど、お姉ちゃん、ネトゲの汚れた血事件って知ってる？なんやそれ。ちょっとしたシステムの不具合によってゲーム内で大混乱が巻き起こったんだけど、なんとそれが現実世界の新型コロナウイルスによるパンデミックと告示していたの。ゲーム内の出来事がコロナパンデミックと告示？興味深いな。詳しく聞かせてや。最初にお断りしておくけど、ゲーム内の出来事とはいえパンデミックのお話だから、人によっては気分を害するかもしれないわ。それでも大丈夫かしら。お姉ちゃんは大丈夫やで。じゃあ今日はコロナパンデミックはネトゲでシミュレーション済みだった、疫学者も注目した汚れた血事件について話すね。ふむふむ。それじゃあ話していくね。汚れた血事件はワールドオブウォークラフトというゲーム内で起こった事件よ。軽くこのゲームについて説明すると、大規模多人数同時参加型オンライン RPG というジャンルで、広大な世界を探検し、様々なモンスターと戦い、クエストをこなし、他のプレイヤーと触れ合うことができるといったものなの。世界一プレイヤー数が多いゲームとして、ギネスに登録されているほど人気を博しているわ。ワールド・オブ・ウォークラフトって、前に聞かせてくれた、ゲーム内でやらかして伝説になった、リロイ・ジェンキンスさんのプレイしとったのと同じゲームやな。世界一プレイヤー数が多いだけあって、いろいろ事件が起こっとるんやな。汚れた血事件が起きたのは2005年9月13日。この日はアップデートで上級者向けレイドとして新たなダンジョンが追加され、ハッカルという敵がボスとして配置されたわ。このハッカルは血を司る神という設定で、汚れた血という呪文を使ってプレイヤーたちに攻撃を仕掛けてくる敵だったの。なるほど、その汚れた血の呪文ってのが今回の事件に大いに関係があるんやろな。どんな効果の呪文やったんや？汚れた血の効果は、エリア内に存在するプレイヤーに対し、数秒にわたって毎秒固定ダメージを与えるというもので、この呪文を受けたプレイヤーは、その付近にいるプレイヤーにも、汚れた血の効果を伝染させてしまう、というものだったの。この汚れた血による状態異常は、一定時間経過、プレイヤーの死亡、ハッカルを倒す、ダンジョンから離脱する、などで解除される仕様となっていたわ。他のゲームでもよくある毒みたいな感じか。でも効果自体大したことなさそうやし、解除する方法もたくさんあるんやな。しかもダンジョンから離脱で解除ってことは、ダンジョン内でしか感染せえへんってことよな。狭いダンジョン内で感染拡大しても、パンデミックとは言わへんのやないか。そこなんだけど、プログラミングの不具合によって、本来ダンジョン外へ持ち出すことのできない汚れた血の効果を、ダンジョン外へ持ち出すことが可能になってしまっていたの。最初言うとった不具合ってそれのことか。このゲームでは、プレイヤーがペットと呼ばれる NPC と一緒に戦うことができるんだけど、このペットが汚れた血の補給者になってしまうというのが、このプログラミングの不具合よ。戦っている途中に、汚れた血に感染したペットの召喚をプレイヤーがダンジョン内で解除して、別の場所で再びペットを召喚した場合、ペットが汚れた血に感染したまま召喚されてしまったの。汚れた血は付近のプレイヤーに伝染するんやったな。そんでダンジョン内でどんどん感染が広まって、コロナと同じパンデミックになったってわけか。でもコロナパンデミックのシミュレーションってのはちょっと言い過ぎやないか。汚れた血の効果は、一定時間経過やプレイヤーの死亡で解除されるんやし、現実と違って死んでも生き返れるゲームの中では、感染が拡大してもちょっとめんどくさいな程度で済むやろ。
ところがそう単純な話ではなかったの。ゲームシステムの仕様や現実のパンデミック時と似通った行動をとるプレイヤーの出現で、汚れた地事件はコロナパンデミックと酷似した状況となったわ。それとある層のプレイヤーはこの騒動が収まるまで一切プレイができないというゲームとしても致命的な問題が発生したの。どういうこと？まず人口が密集している大都市を中心として多くのプレイヤーに感染が広がってしまったわ。さっき言ったように数秒で汚れた血の効果は解除されるんだけど、高難易度ボスの持続固定ダメージは高レベルのプレイヤーの体力を想定したダメージ量となっていたため、低レベルプレイヤー層にとっては致命的で、感染してしまい効果が解除されるまでの数秒を耐えきれず死んでしまうといったケースが多発したわ。なるほど、体力が低いプレイヤーにとっては致命的やったんか。でも生き返ったら効果は解除されるんやから大した問題ではないよな。ええ、確かに生き返った場合効果は解除されるわ。ただしこのゲームは死亡したところと同じ場所で復活する仕様なの。そのため人口が密集している大都市では周りが感染者だらけの中復活してもすぐに再感染してまたすぐに死んでしまうといったループに多くのプレイヤーが陥ってしまったの。結果身動きが取れなくなった低レベルプレイヤーは一切ゲームがプレイできなくなってしまったわ。感染して死ぬ以外選択肢のないループ、イタチもドン引きやで。さらに街にいる NPC にも汚れたちは感染する仕様となっていて、この存在も感染拡大に大きく影響したわ。これらの NPC は戦闘状態でない限り体力が常に回復する仕様だったため、感染しても死ぬことがないの。だから NPC が感染した場合、無症状のまま周囲に汚れたちを感染させ続ける無症状病原体保有者となったの。同じような話コロナのニュースで聞いたことあるな。そして時間の経過とともに状況は悪化し、主要な都市は見捨てられ、プレイヤーたちは人口が少ない僻地へと避難し始めたの。そんな中、現実と同じように避難以外の得意な行動をとる者が現れ始めたの。例えばヒーラーとして汚れたちに感染した人々に治癒魔法をかけ続けるプレイヤー。特にこの行動は医療従事者がウイルスに感染したり疲労で倒れたりした状況と似ていたそうよ。他にも興味本位で危険地帯へ行き感染してそれを広めてしまうプレイヤー、面白がってわざと感染を拡大させるプレイヤー、街の広場に立ってゲーム内で起きた惨事を語り続け週末の預言者を演じるプレイヤーなど、様々な反応が見られたんだって。週末の預言者やっとる人はめっちゃ楽しんでそうやな。そしてプログラマーが感染が広がるのを防ぐため、街を出入りするプレイヤーの検査などの検疫を実施して事態の鎮静化を図ったんだけど、それでも収まらなかったの。最終的には2005年10月8日にサーバーのリセットと修正パッチの適用を行い、ようやくこの騒動は終わりを迎えたわ。サーバーリセットってことは完全にお手上げ状態やったんやな。汚れた血事件の全容はこんなところね。疫学者で汚れた血事件に関する研究論文の共同執筆者であるエリック・ロフグレンさんはインタビューで、汚れた血事件では従来のコンピューターシミュレーションと大きく異なり、人間の非合理さを余すことなく見ることができた。新型コロナウイルスが地方から都市部へと拡散する様子は汚れた血事件を彷彿とさせ、感染のひどい国々で見られた人々の行動の一部もそうだったと述べているわ。死亡ループにはまった補菌者や一部の愉快犯的行動など、現実で起こるものと同質ではない部分もあるけど、コロナウイルスの蔓延をより理解するためにこの事件の研究は有益なんだそうよ。ということで今日のお話はおしまい。ちょっとしたプログラミングの不具合がまさかゲーム内でのパンデミックの発生につながって、さらにそれが学者さんが注目する有益なシミュレーションになるなんて思いもよらんよな。なかなか興味深いお話やったで。余談だけど、運悪く死のループにはまってしまった低レベルプレイヤーたちから開発元へお怒りの電話がかかってきていたそうよ。プレイヤー数世界一のゲームだからその電話対応も大変だったでしょうね。ふーん、お姉ちゃんやったら低レベルでもすぐに何かしらの対策をとって生き残っとったと思うけどな。結局どんなゲームでもセンスのあるもののみが生き残るんや。もちろんお姉ちゃんのプレイしとるバトロワもそうやで。あはは、ああそれにしても昨日のキルは気持ちよかった。よっ最高。そしてあのマヌケさんに直接問いたい。どんな気持ち？てな。やっぱりその話聞き覚えあるのよね。あ、思い出した。先週お姉ちゃん、敵を倒した後妹で煽ってたら不意をつかれて漁夫に倒されたって言って、めちゃくちゃ怒ってたよね。あ、しまった。ああ、せっかく忘れとったのに思い出してしもたやないか。こそこそ隠れて漁夫を狙うなんて卑怯者のすることやで。暗畜生絶対許さへんからな。
昨日の人もそんな気持ちだったんじゃないかな。いや、ここまでじゃないか。ねえ、今どんな気持ち？ねえ、どんな気持ち？